ニキビ跡に効くナチュラル素材。ニキビ取りの処置を行った後は、顔に跡や傷が残りがち。こうしたニキビ跡を取り去るのは難しいものですが、不可能というわけではありません。以下の記事では、ニキビ跡を取り除くためのナチュラル素材を使った方法をいろいろとご紹介しましょう。ニキビ跡に効くホームトリートメント。ナチュラ素材を使った民間療法は健康に無害で経済的材料を手に入れるのが簡単だということです。あなたの家にも材料がいくつかあるかもしれません。あなたの肌は化学的または有害な製品で無理やり剥がされるということはないのです。ニキビ跡を除去する方法には大きく分けて2つあります。柑橘類、肌を明るくしたり、死んだ皮膚を取り除き、ニキビが再発しないように皮脂の生産をストップさせるベースとして、柑橘類や野菜を使います。夜にこれらのレメディを使用し、シミの原因になるのを防ぐため、顔をすすぐ前には決して外出しないでください。オイル、いくつかのエッセンシャルオイルを混ぜたり、ニキビやその傷跡を取り除き、独特の赤っぽい色素沈着を減らすベースとして使います。毎晩トリートメントを行えば、良い結果が得られるでしょう。ニキビ跡を取り除くナチュラル素材。ローズヒップオイル、コットンに水に溶かしたエッセンシャルオイルを数しずく垂らし、ニキビ跡に適用します。ココナッツとターメリックのオイル、ココナッツオイル大さじ1杯と、ターメリックまたはサフラン小さじ1杯を混ぜます。毎朝起きた時に肌にそれを適用します。これは非常に効果的です。ブラウンシュガー、ブラウンシュガー少々を沸騰したお湯でドロッとするまで溶かします。油性肌の場合は、レモン汁を数しずくを加えます。乾燥肌の場合は、オリーブオイルを数しずくを加えます。冷ました後、患部に適用しましょう。ビール酵母、このホームレメディは、ニキビの再発防止に役立ちます。毎日の食事と一緒に大さじ1杯を取りましょう。また牛乳を少し混ぜることによってマスクを作ることもできます。顔にこのペーストを塗り乾燥させすすぎましょう。パイナップルピューレ、製のパイナップルのスライスをピューレになるまで潰します。顔のシミにつけ、15分間置きましょう。このフルーツに含まれる大量のビタミン C により、肌がより多くのコラーゲンを生成します。また、アスコルビン酸がニキビ跡を薄くし、優しく剥がします。重曹、この材料には利点がたくさんあり、化粧品、健康、家庭で多くの目的で使用されています。重曹を直接ニキビ跡に適用し、少しの水でジュラして広げます。数秒置いた後、ぬるま湯で肌を洗います。カモミール、
この花は消毒特性を有し、ニキビ跡を消す最良のホームレメディの一つです。水1カップあたりカモミールの花大さじ1杯を煎じ、冷ましてから濡れた布に浸して肌に適用します。顔に傷跡がなければ、水2リットルあたりカモミールの花1カップの分量で、15分間カモミール風呂に入ってもいいでしょう。アロエベラ。アロエベラは美容や健康に関連する何においても議論の余地のない味方です。茎からパルプを取り出し、毎晩肌に適用しましょう。肌に吸収させ、すすぐことなく乾燥させましょう。レモン汁、ニキビのせいで肌に残ったシミを明るくします。寝る前に顔全体に適用し、酸が逆効果とならないよう、出かける前によく洗い流しましょう。オリーブオイル、ニキビ跡除去に有効なトリートメントです。コットンに数しずく浸してシミ部分に置きます。角質除去効果を得るためにコットンを少し押し当てましょう。潰したトマト、この果実には肌を修復し若返らせるビタミン A が含まれています。トマト中箱を潰して顔に適用し15分間置きます。多量の水で洗い流してください。蜂蜜が肌を干し召し、残った傷を除去します。肌色を整えるのにも効果的です。顔に塗って15分間置き、多量の水で洗い流しましょう。ビタミン C、食事もまた、選んだトリートメントの効果と深く関連しています。そのため、魚や大豆、コラーゲンが豊富、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ビタミン C、トマト、リコピンといった有益な材料を食事に加えましょう。卵白と卵黄を分離し、卵白を使用します。ドロッとしたペースト状になるまで泡立てます。油性肌の場合は、より良い結果を得るためにレモン汁を少し加えましょう。よく顔を洗い、そのマスクを適用します。20分間置いた後、ぬるま湯で洗い流しましょう。週2から3回繰り返すと赤っぽいニキビ跡が消えるでしょう。ナツメグ、古い角質を除去し、ニキビとなり、うる毛穴を引き締めるために、ナツメグと牛乳を大さじ1杯を混ぜ、顔全体に広げましょう。